さんこんにちは。鹿児島ユナイテッド FC 応援リーダーの田野豊です。そして応援副リーダーの谷口沙央です。いつからお前副リーダーになったの？はい、よろしくお願いします。でもね、前回も言ったけど第1節2節ってね、リモート観戦イベントで一緒にやってくれたじゃん、伊沢が。はい、すごい好評で。マスか。本当に俺にダイレクトメッセージ来て、これアウェイの時ずっと続けてもらえないですかみたいな、そうメッセージが来てて、ありがたいですね。リモート観戦イベントでズームを使って谷口さんとか田上さんの解説付きでまた聞きたいですみたいな声もいただいてて、ありがたいですよね。ということで今回は、前回あのベスト11やらせてもらいましたけど、今回はほにゃららトップ3みたいなのをやらせてもらおうかなと思いまして、でまずは王道のイケメンベスト3。2014シーズンから2020シーズンまで在籍してくれているユナイテッドの選手でイケメントップ3をやっていきましょうかね。イケメントップ3ということで、もう俺で大体決まってんだよね、これ。決まってます。俺はね、その順位をちょっとどうしようかなっていうのは悩んでるけど、第3位はこの人かな。第3位は決まりました。じゃあ書いてもらっていいですか。3位からですか。第3位から。はい。1位から言ったら面白くないじゃん。一気に出すんかなと思うじゃん。この人見ないでも、ほら、これ漢字でフルネーム書けるから。ちょっと待って。タイプあるじゃん、やっぱそれぞれさ。綺麗めがかっこいいって思う人もいるし、ワイルドなのがかっこいいって思う人もいるし。俺はここでこいつを使います。俺もここでこの人使います。鹿児島ユナイテッド FC イケメントップ3、せーの、ドン。おー、そっちね。そっちね。俺はもうかっちゃん、現在も頑張ってくれてるけど、そこで使ってきた。はい。ということで選んだ理由は、いやもうかっこいいじゃないですか、やっぱ。逆に3位なんだ。これ間違えたかもしらん。俺はもう買っちゃうかな。性格っていうか生き様もかっこいい。なんか普段の立ち振る舞いも、ノリもまあそんな感じだね。ノリ君はもう全員に優しいじゃないですか。そうだね。あの感じで全員と仲良くなれるんちゃうかってぐらい好きですね、ノリ君。元の元、これ抜けてました。藤木ノリヤキになったらもう別人だったもんね。藤本ね、性格もね、2人ともイケメンだね。性格もイケメン、顔も性格もかっこいい。はい、ではこれが第3位ということで、ありがとうございます。続きまして第2位。誰おったっけな、かっこいいやつって。そうでしょ。これ第2位はもう決まってるかな。第2位決まってんすか。うん。あー、けどあっちもあるわ。あ、俺こっちやわ、2位。新ルール、もう相手が選んだ人はなし。俺1位勝つやったんすけど。あ、もうなしです、それは。イケメンなんていっぱいいるし。そうですね。で、俺が今回多分出す答えで、イサオの考えるこう選択肢が広がると思う。俺はもうこの人、第2位。かぶったかもしらん。せーの、ドン。おお、マジか。そうでしょ。はい、よ、かぶりなしだから。リモートじゃんけん。最初はグー、じゃんけん、ポン。いや、待って、お前。時差があるふりすんな。これは卑怯。もう一回。最初はグー。じゃんけんぽん。え、今の本気？はい。あ、じゃあもう一回。最後でしょ。マジか。オッケー。なんでじゃあ山本ひろと？ひろとくんはもうかっこいいじゃないですか、顔が。喋り方もね。喋り方と顔だけやったらね、もう圧倒的でしょ。いやいや、他に何があるの、欠点が。だいぶ頭悪いじゃないですか。お前バカ。今ね、鹿児島でやってて FC のアンダー12の監督をしてます。山本博太君。うん。え、だったら俺もこの人しかいない。あと、いました、選手。かっこいい人。あれをちょっと残してる感はあるけど。はい。あ、まだ出てないっすけ。出てないよ。これじゃあ、藤本紀明。そうや。順番、だいぶお前間違えてない。大丈夫？いや、だから1位、勝つやったんですよ。だから、それを取られたから。ダメ。だから、勝つも、渡るも、今全部使いだからね。これ第2位 いや、言ったら俺、ノリ君、ヒロト君、勝つっていいメンバーじゃないですか、言ったら。そうだね。以上。第2位ですね、これが。もう渡るはもう見た目でわかる。イケメン。じゃあ第1位いきましょうか。待って、1位ちょっとむずいな。あー、そっちもあるか。1位でしょ、イケメン。あー、いた。下の名前何だったっけって失礼だけどね。エグザイルのメンバーにいそうな人がいたわ。在籍した選手でイケメンで。ヒロト君じゃなくて、じゃない、藤井隆之なしですよ。YouTuber？ はい、藤井とコラボしたいじゃないですか。いや、藤井はいいや。でも俺見てたけど結構面白かった。マジですか。うん、 OK。 俺これ1位でいいわ。俺も結構ちゃんとしたランキングで1位
この選手は、まあ、在籍期間がちょっと短かったから。え、待って、一緒かもしらん。え、マジで、いい、いくよ。え、でも本当イケメン、マジで。多分一緒やわ、タナさん。じゃあせーの、滝恭平。はい、なんで恭平。え、めっちゃかっこよくないですか。いや、ごめん、え、めちゃくちゃかっこいいかって言われたらちょっと違うかもしれない。俺、勝つとかに並ぶかっこよさあると思うんですけど、あの、なんていうんですかね、歌舞伎役者みたいな顔してるじゃないですか。性格とかはめっちゃかっこいいと思う。俺、キャンプ同部屋やったんですよ。あんな優しい人おらんし、あんなコンビニ全部おごってくれる人いないっすよ、ほんまに。いや、お金か、お前。でも、恭平は本当にあのブレない、性格的にも。あんだけメンタル強い人いないでしょ。いや、恭平くんっす。なんか、性格もいってくれた。うん、かっこいい。性格もかっこいいし、なんかあのすごい顔かっこいいっす。男として憧れたりするよね。はい。なるほどね。ザキはもうあのザキって山崎高政、水戸から多分レンタルで来てて、はい、もうただただただかっこよかった。いや、けど面白くないんで、田中さんこれ変えた方がいいんじゃないですか。え、マジで言ってる。じゃあ番外編で出しとこうか、2人とも。番外編に。ザキは普通にかっこいい。女、どんな子からもモテる、多分。じゃあ、番外編で、あと1人だけ OK っていうことで。じゃあ、プラス1人。今の現チームで一番イケメンって言われたやつ、出てないですけどね、正直。あ、まあそうだね。まあけど、そこはなんかそんななんですよね、正直俺。俺もそうだね。ねえ。いや、かっこいいんだけど、あ、そう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 。めちゃめちゃその、しびれるかっこよさなのかなっていうのはある。普通にかっこいいけどね。番外編。いいっすか。え、ちょ、真面目に書いてよ。あー、いた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 、いた。こいつかっこいいわ。オッケー、いいよ、いい。せーの、ドン。あー、西岡健太。そこが1位じゃなくて。恭平もまあかっこいいけど、どっちかというと健太かっこいいね、確かに。健太くん、渋いっすよね。渋さありますね。どうだろう、渋いね。俺は広高かな。ヒロタカも普通にイケメンだ、まあ、変わってるけど、かなり変わりもんやけどかっこいいですね。うん、変わりもんだけどかっこいい。しかも意外に優しいじゃないですか、あの感じ。だから俺好きでしたね、ヒロタカ君。何も考えてなさそうなんだけど、すげえ人生設計とかも含めて考えてる、サッカーも。だからね、今も現役で多分頑張ってるんだと思うけどね。すごいですよね。はい、ということで、これがイケメンランキング。現在の活躍してる選手で言えば、野武純也選手とか。そうですね。あと園田拓磨選手とか。あ、そうか、拓磨持ったな。ということで、イケメントップ3プラス番外編というのはこれで終わりということで。